をセッティング。出てこい。お、ベンデラ見つける？コントメイト、ブランコブラ、お前誰やねん。ベンデラが一旦に自分のモンスターが相手に戦闘ダメージを与えた時、相手のデッキの除名のカードを墓地送る。出た、デッキ破壊だ。なんだこれ、エンタメイトデッキ破壊デッキか。バトル、はい、バトルフェーズ、バトル開始時、エンタメイトターントルーパーのカウンターが1個置かれるぞ。やばい、これでこれでこれさ、強制なのかな、発動できるんだ、強制じゃない、これ一旦に一度必ず相手のモンスター攻撃無効できますよ。さあクロスカウンター、やばいやばい、クロスカウンターはやばい、反射ダメージが倍になる、やばい。嘘だろ、やばい、あ、コザッキーが、リバースカード、最強コンボすぎ、強い、これコザッキーのダメージが相手ライフに行く、やばいやばいぞ、残りライフあと550だ、強い、なんていう強いデッキだ、ダメージダイエット、あ、レンズあと3枚、あと3枚だ、2枚か、あと2枚だ、あと2枚とラップカードを発動できれば勝てるぞ、頑張れクロスミー、頑張れ、広角。デッキリーク強っ。天才か？コザッキーのダメージはあの反射させてとか言うとやばくて、デッキ組んでますね、あの人。あの人、やばいデッキ組んでますね。またおかしいですね。はい、不運の爆弾。つえつえつえ、私の勝ちだ。いいぞ、頑張れ仲間だから、頑張れレジシャチク、今視聴者は 100% お前を応援してるぞ、今 100% お前を応援している、俺も含めてな、頑張れレジシャチク。ソードフィッシュ、なるほど、これソードフィッシュでもこれ召喚特殊召喚に成功するとあれだぞ、なんかあの守備力も下げてくるの、これ結構強いぞ、これよしよし、いいぞ、インパチ、よし、インパチはいい、インパチはいい、インパチは2000円ある守備が強い、はい、バニーだね、はいはい、よしいいぞ、よし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 、まずは1個カウンター、まずはこれ頭身カウンターって言うんだっけ、頭身カウンター、まず頭身カウンター1個、頭身カウンター、あと9個、あと9個、あと9個、あと9、手札から炎王のこと、なるほど、炎王のことで、手札または、シードのモンスターを破壊する、死の花ネクロフルー、なるほど、ネクロフルーが効果で破壊される墓地をくれると、デッキから、フルルドソルシエル、来た、出た、フルルデッキ、フルルドソルシエさんね、はい、お、相手のモンスター隠れるんだ、へー、ソードフィッシュ効果、ああああ、あ、え、あ、え、あ、あれ、あれ、あ、戦略、あれ、8、なるほど、で、サンダルフォン、なるほど、サンダルフォン、なるほど、あ、あ、あ、え、魔法カード発動、あ、来い、モンスターを特殊召喚、モンスター効果発動、あ、あ、あ、バトル、いけ、あ、攻撃だ、あれ、リバースカードオープン、あれ、継続トラップ、あれ、発動、あれ、リバースカードオープン、トラップ発動、インパチ、わー、俺たちのインパチが、インパチ、ターンエンド、俺のターン、でもこれ無理ですね、あー、これはモンスターで攻撃するぜ、バ、バニ、バニーラ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 、モンスターで攻撃する目次、ちょっとちょっと守備力下がってる、ちょっと守備力下がってる、モンスターをセット、あれ、ターンエンド、ありますね、これワクチャーありますね、いや、3名、あれ効果見てキモって思ったね、え、反転、
大丈夫それ。え、なんで攻撃表示？なぜ攻撃表示？俺のターン。ドローじゃ。なんで攻撃表示した？なんか誘ってんのか？海の誘ってるのか？セルゼオ。大丈夫か？攻撃。やらせはしない。アストラルバリア。やあ。ずえ。来たー。来ちゃー。来たー。よくやったレジシャチくん。レジシャチくん。よくやった。あとは頭身カウンターを乗せるだけだ。頑張れレジシャチくん。ドヤ顔の攻撃表示。よしいいぞ。レジシャチくん。これはお前の勝ちだ。これはお前の勝ちだ。実質。個人自身いいぞ。自身いいぞいいぞいいぞ。でもできなくなるぞ。早くしないとできなくなるぞ。早くしないと。あでも頭身カウンターが2個乗っかったモンスターをリリースし。ならばモンスターを特殊召喚。だあ。頭身きたー。頭身きたー。モンスターで攻撃する。いいぞ。召喚ムービーはねえよ。チーム太陽がいねえんだよ。チーム太陽がいねえから召喚ムービーはねえ。これで我慢しろ。よーし。ポセイドラ。いいだろう。ポセイドラ効果なんだ。ポセイドラ効果なんだこれ。あ、墓地から出せんのこれ。あ、そうなんだ。モンスター効果発動じゃい。あ、え、あ、え、あ、え。え、え、強くね。何その効果。向こうまでカードを3枚以上手札に申した場合、アイディフィード上の全てのモンスターの攻撃を手札に申したカードに使ってくる300ポイントダウンする。あ、え、あ、あれ大丈夫これ知らんよねこれ。おい、ユースやお前これ調子乗ってこれ攻撃表示したらまずいんじゃないこれ。調子乗ってこれ攻撃表示にしたらこれまずいんじゃないか。一応守備表示に変えた方がいいよ。一応ね。ドヤ顔かまだ。まだドヤ顔すんのか。さすがに変えた。さすがに変えていく。さすがに守備表示にしていく。さあガードジョセット、ワトルメイズ。でもな、一個言っていいか。一個だけじゃなくて言ってやろうか。相手がモンスターを出さねえとダメージを与えられねえ。頭身の頭身の頭身の最強テキスト。相手がモンスターを出さねえとダメージを与えられねえ。そしてこのカードは他のカードの効果を受けないから強化をすることもできねえ。あ、傷の力とかいけんのかな。なんか傷の力だったらワンチャンかもしんない。150ビート。あのね、太陽の方向は、なるほど、太陽の方向、はい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 。で、深海洋、ミノルギルマンとクライドンが特殊召喚される。なるほどなるほど。これってさ、え、え、え、これほどの力見たか。これが一流の漁師の。え。え、相手モンスターの攻撃宣言時、モンスターと選択してその攻撃を無効にして自分のフィールド上に帰り下がらず帰れるとミスドモンスターが存在する場合、その数かける4ポイントダメージを相手ライフに与える。あ。あ、え。バカラ。頭身は頭身は最強のはず。やったイマジンしようだい。またやばいことしてんじゃん。あいつあいつまたやばいことしてんじゃん。あいつ NR 界最強武器使ってんじゃん。またさあ現れろ。クオン召喚ね。はい、でドローして。脳死降臨。バッタイマシン、ゲートガーディアン。脳死降臨させてるやろ。またやってるよ。まだやってる。やっぱこの人ゲートカードやしカード持ってないだろ。このセットカードなんだよ。そのセットカードなんだよ。マジで
それなんだよ、そのセットカード何セットしたんだよ。ラクダウン、何それ。ラクダウンはペンダムとか一体にしろ、表が用紙モンスター一体対象にして、相手の水を全ての守備用力中力がターン終了で800ダウンして、最初のモンスター守備用にモンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを見るがいい。モンスターを特殊召喚、強え。これはモンスターをシンクロ召喚、ネットアメトリクスね。で守備表示になる、特殊召喚でモンスターの守備表示になる。はい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 、俺のターン、はいはい、いいですよ。ドロー現れろ、はい、モンスターを召喚、モルフォーやばいですよ。これこれこれラクダウンで守備力ゼロにされてこれそれはどう、はい、モルフォー、モンスターエンディング、そんなことあるんだ。一旦一度アイテム上のモンスターの表示ケージが変更されたとき、そのモンスターを選択して、選択したモンスターの攻撃収録を1000ダウンする。強っ。モンスター効果。あ、え、これはモンスターを現れる。あ、モンスターをエクシーズ召喚。あ、モンスター効果。圧倒。あ、あ強い。あ強い。なんだその最強カードは。なんだそれ。なんだ迎撃準備とかいう。なんかちょっと学習してる、あいつ復活の叫びを上げよ。あいつ学習してやがる。いいぞ、やば、学習してやがる。やばい、ちょっと強くなってる、ちょっと強くなってる、謎にちょっと強くなってる。やべ、完成してるぞ、うわあいつ、あいつなんでちょっと勇気を上手くなってんだよ。